なれなれしい口を聞く小僧だ。おめえに答える義理はねえよ。あれが大海賊白ひげエドワード・ニューゲートか。初めてこんな間近で見たわね。すげえ威圧感だ。メモリアでの頂上戦争じゃかなり離れてたから。だがどうして白ひげがここに。ゾロ、この檻切れ。俺たちもここから出よう。出られた。それにしてもなんでこんなところに白ひげがいるんだ。ここもアラバスタみたいに私たちの記憶と違うということかしら。きっとそうなんでしょうね。じゃあここでもまた黒いキューブを探さないといけねえのか。ここがアラバスタと同じならね。なあ、これからどうする。白ひげがエニエスロビーにいるということが黒いキューブを探す手がかりになるかもしれないわね。よし、おっさんを追いかけるぞ。行ってみましょう。え？はあ。お？ということは、あら、そうだな。よし。止めたきゃガープか戦国大将でも連れてきやがれ。おい、おっさん。牢に入れられてたさっきの小僧じゃねえか。俺に何の用だ。別に牢に入れられてたわけじゃねえよ。気がついたら入ってたんだ。わけがわかんねえな。それより黒い箱を知らねえか。黒い箱？そんなもん知らねえよ。知らねえのかよ。なあ、おっさん知らねえって。本人が知らなくても白ひげがここにいるっていうことが手がかりになるかもしれないわ。そうなのか。おっさんはなんでここにいるんだ。うるせえ小僧だな。さっきも言ったろ、おめえに答える義理はねえ。そんなこと言わずに教えてくれよ。白ひげを捕らえろ。また来やがったか。うるせえなあいつら。俺がおっさんと話してんだろ。何する気だ小僧。ムカついたからぶっ飛ばす。おい、余計なことすんじゃねえ。やだ。エロビー、頂上戦争の時どんなだったか知らねえけど、お前相手は白ひげだぞ。さっきからおっさんおっさんってそんな口聞いて怒らせたんじゃねえか。ふん、勝手にしやがれ。ただし俺の足だけは引っ張んじゃねえぞ。当たり前だ。あんな奴らには負けねえよ。